ガーだ、アリゲーターだ、ちょっと怖いな。おおおお、でけっ。ハロー YouTube、 どうもホモキン、あ、ホモキンはやばいか。どうもホモサピです。今日はでかい魚を取ろうと思って下水に向かってます。今からね、こちらの荒川でーす。やべえ、真っ暗なんも見えねえ。トワミ兄貴ですね。今日も京都で下水へ向かっております。今日は取れるでしょうか。何かいるか。え、湯気やば、あれ湯気だ、これ湯気って出てる、さすが下水。この水がね、あったかいんで湯気が出てますね。一発目は荒川さんがまずね、クソでけえ網で入れます。うお、なんだ、なんか入ってるな、確実に船かな。この泡全部ヘドロだから、硫化水素とかガスですね。泥の中で微生物が分解して出たガスです。くっせんだよなこれが。おおお、船だらけか。これは船しかいねえわ。ヘラブナです。こいつは狙ってる魚ではないですね。おい、おお、ハクレン来た、いきなり来た、ハクレンって、ハクレン来たんだけど、やば。そう、今日はね、このハクレンっていう魚を狙ったんですけど、じゃあ行きますよ、一か八か。おお、来た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 、まだ抜けてないよ、まだ抜けてないよ。よっしゃ、来た、取れた、やっと。くそ、うえうわ、ハクレン、うえ、ハクレン来たわ。中国の四大家魚の一つの種類であるハクレンですね。こいつがね、くせえんですよ。温泉街の排水口の香りがする。かなり痩せてますね。あとなんか顔が白い、こっちにかけて細くなりすぎな気がしますよね、うん、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、よいしょ、うお、おー、来た、おー、来た、やばいっすね、超走って、おお、あ、いってる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 、さっきよりでかい、さっきよりでけえ、やば、あー、終わった、俺の左足、でか、まあ、これでもまだあれか、ハクレンにしちゃまだでかくないっすよね。ホモサピさんにも投げてもらいます。以前ね、荒川が海沿いで教えたりもしたんで、さあ師匠負ける日が来るか。ホモサピさんでもね、トワミの筋はめちゃめちゃいいんすよ。まあ前世漁師なんで喧嘩打ってきますね。いきます、せーの、ほら、あー、入れ、お、お、いる、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいるやん、お、いる、まだまだ奥にいますよ、なんかなんかやけに重いな。え、もう重い、これ切れる、一か八かで、恋かな、あれは恋かな、あれは、え、ガーだ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 、アリゲーター、アリゲーターが、え、上がってこい、はい、1か8かで行きますよ。この網ちょっと怖いな。お、お、おお、でけえ、やべえ、やべ、あ、抜ける、これやばい、やべ、抜ける、抜けちゃうか、これ俺のでかい網で追う、1回追いましょう、俺ダッシュで取ってくる。え、あ、抜けた、うわ、マジか、まだ近くいるはず、入れ、おお、あー、ハクレンか、びっくりした、あげればよかったのかな、マジで後悔してる今、おや、でも、よいしょ、うわ、マジか、本当に悔しいよ、マジで。荒川とわみ人生、まあ、7、8年投げてるんですけど、一番でかい魚で、一番強い引きでした。さっきね、荒川さんが糸を持ってたじゃないですか。そこでね、こういう音が聞こえたんですよ。じゃあ、待ちから行きますよ。ってよ、ってよ。これ、ガーが網を引っ張って引きずり込まれてるんですよ。がっつり持ったら、そのまま川に落ちちゃったぐらい、本当にやばい引きでした。本当に強かったっす。荒川さんの身長がね、だいたい180センチぐらいなんですけど、俺の身長を超えてるレベルでした。顔の一部だけで入ってなかったんで。そう。頭だけでも、こっからもうこれくらいまで平気であったんで、50か60はあるんですよ。で、さらに体が横に長く広がってたんで、いやーもうあれ取れてたら本当によかったのに。辛すぎる。死にてー。これ絶対リベンジしましょう、本当に。ましょう、これは取らずに人生を終えられねえ。マジで癖、あまりにも臭いので軍手をします。初めてです、軍手するの、魚さばくときに。よいしょ、やっぱりヘドロの匂いがするわ、内臓も。ここに浮き袋が入ってますね。やるか。どんなに臭い魚でもこの浮き袋の中はね、臭くないんですよ。ちょっととりあえず浮き袋だけ外して、これが臭くなければ俺の勝ちです。臭くね、エクストラバージンエア入ってますね。さすが浮き袋。
これがね、ハクレンの口です。でけえ口で水草とかね、藻類を食べるわけですね。ハクレンはね、草食の魚です。よいしょこれで半身が取れましたね。もう一個なんですけど、これはねさすがに食えないので、ぶつ切りにして冷凍して寄せ餌に使えます。罠とかのこの中で一番臭くなさそうなとこ、まあ、尻尾だろうな。腹側はねいつも臭いんですよ。よいしょ、これは餌ですね。いやちっちゃ。でもね、食べきれない量料理してもしょうがないんで、いつもの通りジップロックに入れて料理酒、これ料理酒につけて冷凍するのがね最強の匂い取りなので、今回もこの工程を踏みます。アメリカナマズの時はね完璧に匂いが消えました。これならいけるだろう。これプラスさらに高温の油、二重三重に匂い対策をして、これで2日間冷凍します。今解凍しました。出す。お、匂いしないんだけど。おやおや、これはいけるのでは。あ、なぜかスーパー銭湯の香りがしますが、まだ大丈夫です。落ち着いてください皆さん。人間には調理という工程がございますので、そちらで臭みを消せれば何の問題もないわけです。そしたらですね、水吸っちゃってるんで塩をかけます。塩をかけることによって浸透圧で表面に水分が染み出してくるので、水分と一緒にさらに臭みを抜き切ります。染み出した水分を吸い取れるようにペーパーに挟んでおきます。水分が出てきました。おー、だいぶ薄くなりましたね。油入れます。比較のために半身をちぎって、ちょっとここちぎって、こいつらは超よく揚げで、今ちぎったこいつは普通に魚の白身をフライにする時の時間でやってみましょう。行ってこいハクレン、お前の命をいただくぜ。はい、お前も行ってこい。フライにするって言ったんですけど、衣なんかつけないです。衣なんてつけちゃうとね、この辺のレベルの魚は臭くて食えないです。絶対に食えないです。少なくとも俺はね食べられませんでした。中に匂いがこもってどうしようもないです。本当に素揚げでガンガン外に匂いを排出してもらって、でなんとかやっと食べられるって感じなんで、下水の魚を食べるときは衣をつけない方がいいです。5秒に1回ぐらいマンホールがふわってくる。ふわーっていい香りがして、ふわってマンホールがくる。あ、今マンホール、あれ、マンホールになっちゃった。どこ行った、いい香り。ここまで上げたら大丈夫。取り出します。こっち普通の魚を揚げるぐらいの時間で揚げてみましょう。さっきの4分の1ぐらいの時間ですね。めっちゃ長く揚げたやつ、ちょっとだけ揚げたやつ。匂い、あれ、いや分からん。辛味チキンと下水道の真ん中の匂いがする。何この匂い、初めてなんだけど。今日はちょっと堀西に行くか。なんとなくだけど堀西の方が合う気がするわ。とりあえず食べるか。ハクレンいただきます。めちゃくちゃ温泉の味がする。やばい、これ食えるかな全部。あ、川の味になった。おっきな川の土手に立ってる時の味がします。うわ、この世の臭いもの全部を詰め込んで水で希釈したような味がします。やべえなこれ、こんなに料理しちまったわ。でもこれを捨ててしまうと俺は YouTuber ではなくなってしまうので、気合で食べます。せめて細かく砕かせてください。口の中で噛むのが苦痛すぎる。短めに揚げたやつ食べてみます。これの味とか食べるまでもないですよね。ダメ、食べなきゃ。今俺の中に悪魔がいた。これはなかったことにしちゃおうかなっていうね。俺のことをいつもね食べてないんじゃないかって疑う人がいるんですけど、その人の気持ちが分かりました。確かにこれはねすごい辛いわ。けど食うよ、料理したから。マヨネーズをつけたらいけるのでは。いただきます。マヨネーズのことを嫌いになりそうなので、マヨネーズはつけないでおきましょう。あれ、この端っこのとこ臭くない。もう最後一気に行こう。いただきます。すいません、最後水で流し込みます。あー、飲み込んだ。涙がめっちゃ出てきた。この動画は失敗だな。俺の動画のコンセプトは基本的に美味しいものを紹介するっていうチャンネルなので、美味しくないものが出てしまった。このまま終わると体調が悪くなりそうなので、口の中を消毒します。火つけます。こちらに水を入れた鍋を置きます。そしたらこちらに、でん、マキシモーです。マキシマムです。マキシマムスープで口の中を癒そう。このままだと嫌われる全人類に。下水道の口の香りがするやつとか嫌ですよね。マキシマムの香りにしましょう、せめて。じゃあマキシマムスープいただきます。
あーうめえ。ということで本日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。こんな動画を見てくれてありがとうございます。本当にこの動画がいいと思ったらチャンネル登録をお願いします。また次回も見てください。ごちそうさまでした。かくれんちゃんごめんよ。